小松短期大学は石川県小松市四町町の一番地産日本部を置いていた日本の公立大学である。1988年に設置され、2020年に廃止された。大学の略称は小松短。学科専攻科別科取得資格について、その他の諸資格等についてはホームページを参照のこと。 設置者変更について、http://www.komatsu-c.ac.jp スラッシュカレッジスラッシュインデックス php2019 年5月23日閲覧 a b ブ u プネット、頑張れ日本の製造業今こそ成長の布石を受て全寮制の社内学校で、 中堅リーダーを育成、失われた15年の過ちは繰り返さない2009.04、21金沢大学大学院自然科学研究科と、産学連携協定契約を締結ニュースリリース2010年4月2日、閲覧、日本海イノベーション会議第1回フォーラム、失敗を恐れず挑む人材の育成を、さらなる飛躍に向けた小松の取り組み、 近代との産学連携産業クラスター連携。2010年4月2日、閲覧当初の在学者数は238名で、内男子内数118人と、男女比がほぼ均衡状態となっていた。放送大学平成28年度単位互換案内。ありがとうございます。